前回あの日本語教育の方に、うん、日本語学からもともとその文法シンタクスの分野だったのが、うん、日本語教育の方に行かれて、言語学関連界隈では、うん、もう上と下でも両端ですよね。あ、そうですか。統合論の文法を、うん、バチバチに理論的にやるっていうのところから、もう日本語にほとんど触れたことがない方に日本語を教えるってことですよね、うん、これもう両極じゃないですかね。言語学がこうカバーしうるというか、ギリギリのでもそれはうん、最初 の, あの就職先である留学生担当、はい、あ、そうですね、それはあれですか、もう最初やられた時は、あの日本語教育、まあ、いわゆる日本語教育のなんかいろんなノウハウみたいなのを持ってその就職に就かれたのか、うん、それとも やり始めてそうです、そうです。いや、昔は大学院でも一応日本語教育を志向してるっていう謳い文句ですけど、実際やってるのは例えば日本語教授法っていうのでも、教授法じゃないんですね、だから留学生が書いた作文とかをおかしいところを文法的に分析するみたいな、例えばそんな授業なんですね。なるほどね。だから教え方とかっていうのはそんな、あ、そうなんですか、うん、そういう、要するにそれ担当してる先生が日本語教育の先生じゃなくて、要するに国語学とか、うんうん、またじゃあ日本語教育をプロパーにしている人はそんなに多くなかった、昔はね、あんまりなかったっていうことなんですね、はいはい、でもご中小でもね、あのね、日本語のなんか語用を分析したような、あ、ありますよね。あ、はいはいはい、ちょっとここテロップ出しときますけど、ね、出ない、いや、著書名をちょっとなんかまた別の方と間違えてる。いや、違う違う違う今、自分で どのどうかなと思って、ちょっと待ってください、他のいろんな他の先生は思い浮かぶんだけど、いやいや、あ、これでも、日本語学習者の文法習得、あ、はいはいはい、うん、ありましたね、あ、よかった、あれそう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 、あれなんかあれですよね、どっちかというと誤用、誤りを材料にする、あ、そういうとこもちょっとありますけどね、うん、はい、確かに、はい、うんうん、僕すっかり忘れてた、すごいすごい、いや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 それでもう今やもう日本語教育、自分で、あの、ご自分で、お、な、あの、自分、ご自分の専門を言うときには何ておっしゃるんですか、大体。あ、よく日本語学、うん、中黒、日本語教育学っていう、あ、その両方ってことですね、うん、堀田さんなんかはもう、もういつも英語史の研究者という言い方で大体してますかね、あの、あれ井上さんなんて言ってますっけ、井上さんはちょっと、うん、いろんなバリエーションをちょっといろんなの混ぜてみたりとか、なんか攻めるモードなんだけど井上さんもわかんないなと思って今聞かれて私、うん、一般的に、うん、あの、まあ、人によって変えてるんですけど、あの、結構メディアとかでは社会言語学って言ってます、うん、大体。あとなんか英語系 の、うん、あのなんか対象だと英語学社会言語学って言ってます、うん、ああ、なるほど、対象によって変えていくっていうパターンですね、はい、まあ、まあ、何とでも言えるみたいな、ね、そういうで、メディアで社会言語学という心は、うん、ね、メディアになんかあのコメンテーターみたいな感じで出たりすると、うんうん、社会ついた方がなんとなく聞く耳持ってくれるというか、あの、制作者レベルがプロデューサーとかディレクターとかが、あの、なんか英語学っていうと大体誰も分かんないんで、英語の先生みたいな感じ、まあ英語の先生でもあるんですけど、英語学っていうとなんかすごい狭い英語の専門家みたいな、で、私はなんか割と適当なこと何でも喋るんで、社会とかって言っといた方が、まあ、便利。あ、わかります、はい。やっぱり商売人ですね。本当ですね。それはなかなか否定できないところがあって。あんまり金沢にはあんまりいないタイプなんですよね。そうですかね。金沢らしくないっていう話は先ほどね。野田さん、金沢らしいって言われます？あ、僕その後ね、大阪長かった、長かったから、長かったんで、ちょっとね、関西色消され、今関西色が結構入ってますよね。なるほどね、うん、だから言葉はなかなか関西のとっさには無理なんですよ。むしろ、うん、だけど、あの、なんか東京弁じゃないですか。はい、もう、うん、それは一応日本語教師もしてましたから。あ、そっか。標準的、大阪弁は習得されました？
やーだやっぱりね喋るとねちょっとちゃうなとかって言われるんですよ、うん、だから僕は関西弁は書けるけど喋れないって言ってるんですよ、文法的とかなんか語彙とかは、うん、できる、あのとっさにアクセントをうまくっていうのはちょっと無理なんですね、うん、私も全然完璧じゃないんですけど、うん、両親が大阪なんで、うん、よく大阪の人に、うん、大阪人じゃない割にうまいって言われるんです大阪人じゃない割ですけどね、うん、あそうなんですか、うん、まあ、堀田さんは私も東京で生まれ育ちっていうことですね。他の方言はない、うん、持ってないんですよね。あ、まあスコットランド方言ぐらい、ね、うん、あ英語ですかね。英語では方言学やってるんで日本語でもやっぱ 母方言っていうのを持っていたらちょっと捉え方とかね、それこそ社会的な観点からの意識が違うのかなと思うことはありますね。なるほどなるほど、うらやましいっていうところはちょっとありますよね。なんか文法でも何でも授業をするときにいろんな方言の人がいると学生にね聞いたりして、ね、はい、うん、面白いですよね。面白い授業なんですよね。東京の人ばっかりだとね、うん、なんかそういう時あんまりそういう話題にはなりにくいですね。なりにくいですね。そうそう、で結構ね東京の方がなんか方言持ってるのを羨ましがる人もいますけど、太、うん、はいはい、田さんそんな感覚になったことあります？あ、やっぱり、いろいろ持っていると、うん、話の話題、まあ、言語なんで、まあ 話題広がるかなと思ったりはすることはやっぱりありますね、うんうん、でもしんどいとか そういうのは使われはしんどいはだいぶ使いますかね。あんまり使う感じじゃないですね。あんまり使わないですけどね、うん、しんどいって関西弁大阪弁ですかね。あ、もともとは今結構ね一般化してもう今誰でも分かる言葉、うんうんうんですよね、うん、この社会言語学的にその、うん、方言蔑視とか方言差別みたいな、うん、話題を、まあ、英語史の中でもあるので、うん、やるときにその感覚はやっぱりそんなにわからないというか、うん、なるほどなるほどね、あまりだから深入り できない感じですかね。そう、現象としてはそういうのがあるんだという分かっても、うん、こう直感的に、うん、こう差別されたりとか、うん、まあまあ、加害者側は分からないって言いますけれども、うん、あまりそういうつまり経験がないという自信があるのであまり、そっちの議論には入っていきづらいっていうところはあったりしますよね、日本語の方言は どうですか研究対象としては。ああ方言は全然また別分野なんですけど、ちょっと私、ね、多分堀田さんもそうだと思うんですけど、日本語学のなんかその、うん、図式というかどういうふうな分野があるかっていうのも完全には分かってないんで、方言学の人ってやっぱりその、はいはい、その人たちだけのちょっとことはその人たちだけって言ったらまずいですけどまあそういう人たちはそういう分野としてね、うん、もう確立してます、確立したものがあってっていうことで、方言の人だと別に文法だけとかっていうんじゃなくて、その方言のね、うん、音声でも、うん、語彙でも文法でもって、うん、割とそういうタイプの人が ね、うんうん、多いのでね、うんうん、文法だけやってても、はい、方言はあれだし、うん、でも金沢方言でも、うん、金沢方言の研究なんか聞いてたら僕の時代と違う。あ、そうなんですか。僕から あれっていうような、うまあそうだけどうもうちょっと取り残されてるなっていう、まあ変わるでしょうしね、うん、例えば弦っていうの、弦って弦知ら、うん、なんていうの、弦、うん、わ、うん、かります、わかりますわかるだけで使用語彙じゃない、使用、どういう文ですか。する弦のだと同じですよ。するのする弦、うんうん、あ、修助士としての弦です。弦、弦、修助士っていうことですね。修助士、うん、まあ、はいはい、はい、のだとに対応して、はいはい、僕はもうがを使うんで、行くがやとかね、行くがや、分かります、今それはもう高年齢層の、あ、そうですか、はい、行くがや、行くがやは、うん、行く弦、弦ってはん、弦っては行く弦って、うん、は今でも行く弦、行く弦って弦手がつく、え、行くんだよみたいな、お、違います違う、行く弦って行く弦って
元って少年ってみたいな、あ、元の出始め、あ、出始めいや私の地区としては、うん、あの同じ中学同じ学区近いんですよね、時代が、うん、やっぱちょっと完全ネイティブじゃないんですよ、親が関西で、うん、まあちょっと離れて長いのもありで、ちょっとか完全に分かってるとは、うん、か自信ないです、うん、そうねんって、そうねんって、あ、それは普通、うん、それは普通、そうそう、ちょっと関西風かなそっか、関西風か、そうねん、そうねん、そうねん、関西風に聞こえますよね、うんうんうん、あ、そうね、うん、あ、そう、あ、ほやとかって、ほや、ほやね、ほやか、うん、そうやっていうかね、そういうのは、うん、あ、じゃあ金沢方言の研究者ってやっぱり金沢大学とかに多いんですか、あ、いや、かな、あ、そういう、うん、あるいは金沢出身の人が多いんですか、あ、そうとも限らないです、あ、そうとも限らないですね、そうじゃない、あ、そうと思います、あ、はいはい、まあ、ちょっとね、まあ、引いてみた方がいい面もあるかもしれないですね、うんうんうん、両方いらっしゃいますね、あ、そうですか、いや、もうちょっと方言学はちょっと勉強不足であまりよく存じ上げないんですけど、まあ、あの、ね、教育、その日本語教育となるとやはり扱うのは共通語とか、うん、まあ、幼稚のスタンダードと呼ばれているものを、うん、なので、うん、こうなんかイメージとしてはバッティングする感じですかね、あ、まあ、両立されている方もいらっしゃるんだろうと思うんですけれども、うん、むしろ、ま、一周回ってつながるのかもわからないですけどもねそうですね、そこは本当は難しいところで、うん、僕は大阪で教えてたわけですよ、うん、はいはい、そしたら周りは大阪弁なんですよね、 その留学生も、うん、留学生も、うん、あ、だって、ま、周り、あ、そうかそうか、うん、だって大学の食堂行ったらおばさんは大阪弁でしょなんか買いに、ね、売店行ってもそうだしっていう、大きにみたいな、そうそう、なんかそういう感じで、そして昔の教科書は割となんかそんなに話し言葉的じゃない例文が載ってたんですが、うん、それだんだん時代とともにできるだけ話し言葉は話し言葉らしくてするようになってきてるわけです、うん、あ、そうなんですね、そうすると、うん、あのやっぱり東京方言に近くなるわけですね、なるほど、なるほど、でそんなことをね大阪で喋ったら嫌われるよみたいなことが確かに出てくるんですよ、確かに、うん、だから大阪、いや、ずっとそこにいるんだったらもうその地域の方言を教えるべきなんですよね、うん、なるほどね、うん、だからあのそういう外国の人用の関西弁入門みたいな教科書だってできてますよ、おー、うん、